しかもね、呪術廻戦がねサンリオとコラボしてて知らなかったんですけど、私あの映画館に売ってあったんですよ、そのグッズが。そう、私はバツマルくんが好きなんですけど、伏黒くんとのペアで、五条先生はシナモロールとペアだったんですよ。青春通っちゃダメなんだよねえ、かっこよかった、何人たりとも。プリンくんもいた。プリンくんはななみさんっていうね方だった。ななみさんもね強い。そうそうそう、バツマルくんおしゃれやか。ほんとバツマルくんね、めっちゃ買おうか迷ったんですよ。ちょっと後悔してる今、買えばよかったなって。あのねミラー欲しかったなって、ちょっと後悔してるね。伏黒くんも好きなんですよね。そうだな、ななみんはね髪が黄色いのでね、プリンくんといい感じにペアでした。まきくん誰だったっけな、誰だったかな、いたかな、ちょっとあんまり見てないんですよね。アニメは全部見ました。ハギョドンいなかった気がする。ガチャガチャめっちゃしました。今からガチャガチャの戦利品を見せたいと思います。で今日やったやつ全部あるかな。ふう、でもやりたかったガチャガチャがいっぱいあってよかった、本当に嬉しかったです。もっとやりたかった、でもまだ物足りない。物足りなくはないけどやりたいって、もっともっともっとだって気持ちになりました。ガチャの情報ってどこで知るの？インスタ私はインスタをおしゃれじゃなくておしゃれじゃなくてインスタで、まあおしゃれもインスタで見るんですけど、ガチャを見てますねインスタです。ちゃんとねもうね2月とかまで出るんですよ。2月の新商品みたいな感じで出してくださってる方とかいて、えこんなガチャが出るんだ2月、ミニマム系が多い気がしますね。なんかそうそう、なんかちっちゃいキャラたちが使えるグッズとか、あの商品がちっちゃくなってあのキーホルダーになってるとか、そういう系がなんか最近のガチャガチャ多い気がします。ということで、いやー買えばよかった。ミラー、なんちゃらミラー、なんかね薄いミラー、伏黒くん、いやこれ五条先生とバツマルくんだったらもう即決だったのになって思いながら見よったん。でもなかなかないじゃないですか、バツマルくんのグッズっていうのも。伏黒くんはね2番目に好きなぐらい好きだった。ということで今日やったガチャガチャのもうね開いてるんですけど、ご紹介をねしていきたいと思います。じゃあ嬉しい順、嬉しい順で、一番最後が一番嬉しいでいきます。
まずこちら、じゃじゃーん、モルモット見て、これハート型なんですって。これふわふわのモルモット、そう、これモルカーが好きだからやった。もうね、本当にね、一つ一つのが高すぎてね、これね、モルモットでした。モルモットだったからやったね。ハムスターに見えますよね。口が可愛いな、見てこのほっぺ。これは何円だっただろう。400円、今日やったやつは全部400円か300円です。なんかプイプイプイってなるよって書いてあったから、もうプイプイモルカーやんってなったけど、なんかね、本当はクリーム色が欲しかったんですけど、なんかこの子だけ後ろにハートが隠れてるよみたいなのが書いてあったから、まあなんかレアキャラっていうか主力キャラなのかなって感じで、まあこっちでも嬉しかったです。かわいい顔でした。これはそうそうそう、ねクリーム色がいいなーっていうぐらいで、これのクリーム色がどうしても欲しいっていう感じじゃなかったんで、もうクリーム色が出るまでやるわけではなく、ここでとどまらせました。続きまして、やりたかったやつ2つ目、じゃじゃーん、これ嬉しい、あげてないけど開けよっか。これムキムキエビ、これはね300円、300円だった。あ、やっぱそうですよね、そう、モルカーじゃないや、モルモットはね300円だったからやった気がします。400円だったら高いわって思ってやらんかった気がする。かわいい、ムキムキエビ、私このムキムキエビバージョンが欲しかったんですよ。これこっちもムキムキエビなんですけど、これはダンベル持ってね筋トレしてる最中のムキムキエビで、こっちはただのムキムキエビなんですよ。あ、こっちだけ汗かいてるの。そう、エビ見て、この腹筋素敵、板チョコかわいい、ムキムキだ、胸筋も素敵です。そうで、これにたどり着くまでに、そう、ムキムキエビのノーマルバージョンが欲しかったよね。ダンベルバージョンは2番目に欲しくて、で、そう、ムキムキエビがなんかシークレットもあったんですよ。でもシークレットも欲しかったんですけど、それはまあ出なくて、でもこれが一番欲しかったからこれが出るまでやったんですけど、その間にねこれも出た。これはねムキエビ、エビ、ムキエビ、ムキムキエビ、ムキムキエビダンベルバージョン、あとねシークレットともう一種類あるんですよ。紙どこやったっけな、これの、これムキエビなの。2個ダブっちゃった、ムキエビ、ムキエビ、ムキムキエビダンベルバージョン、ムキムキエビの順番で出ました。そう、でも欲しかったから、筋肉好きだしエビも好きだからめっちゃ楽しくて、はい、こんな感じです。でもなんかムキエビも可愛い、こう見たらいいやん、お気に入りです。これ300円、クリアが2曲目すごく好きだって、嬉しい、ジュジュさんありがとうございます。
実際どうするの。でもこっちはね欲しかったやつだからつけれない、なんかどこにもつけられないなって。あ、かわいい。でもねつけられないけど持ち運んだりします。カバンの中に入れて、かわいいから旅のお供みたいな感じでね。かわいい。ダンベル持ってるのもかわいい。ほら見てこの手素敵。こっちは気兼ねなくつけれる、2個あるし。これね動かせない。でもカッチカチちゃんとね、このエビのね、あの頭のピョインもね全部にね書いて あるんですよ。ほら素敵、結構いい感じやね。だから300円、今300円 ×5 です。これだけで1500円、びっくりなんだけど。まあまあまあ、はい。それして次、これね、いやめっちゃやりたかったやつだけど、めっちゃやりたかったやつだけど、結果は全然気に入ってない。じゃじゃーん。はい、こちらはムニュっていうマスコットです。そう、これねシルバニアファミリーの質感でめっちゃ可愛いんですよ。触り心地とかも素敵だし、あのね立つっていうかね、あの水平のとこに置いたら自立するから、なんかちょっと寂しいとこに置いたりしてもあのいい感じ。これはねムニュムニュではないです。カチカチムニュという名のカチカチです。こっちがネズミ、こっちがウサギ。ウサギとネズミがおるんですよ。で両方3種類色がある、3色あるんですけど、だからネズミ3色ウサギ3色で計6種あるんですけど、あのウサギもネズミも一番自分がいらん色いらん色っていうか、いあの第三色希望の色が出たんですけど、まあなんか、色合い的にはまあ可愛い。2つ揃ったらねキキララみたいでいいかなって思ったんですけど、これ紙をね持って帰ったんですけど、本当はこの白とこの緑、薄緑が欲しかったんです。薄緑緑青と白ピンクオレンジなんですけど、ここにね2個書いてあるんやけど、この2色が欲しかったんです。ちょうど白と薄緑、これを狙ってたんですけど、まあね結果は気に入ってないですけど、結果は気に入ってないんですけど、あのなんだ本体は気に入りました。ネギシンさん、ネギシンさんお誕生日おめでとうございます。よっよいしょ、ネギシンさんおめでとう、おめでとうございます。イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、てな感じですね。でも2回やってあのネズミネズミとかウサギウサギじゃなくてネズミウサギ、ネズミウサギで出てくれたからそれは嬉しかったし、なんか高いから1体400円なので、あのまあその中でこの色が出たっていうのはこれが運命なのかなとは思う。
男女男男女男女男女男男女男女男女男男女女男女男女女男女男女男男女。はい。そしてラスト、私が一番やりたかったやつ、それがこちらです。じゃーん、うわー、かわいい。ロッテさん縛りのお菓子のガチャガチャ、種類がコアラのマーチ、ガーナ、雪見大福、あ、なんやったっけな、もう一個なんかとチョコパイ。これが一番やりたかったんよ私は。なんでかっていうとチョコパイが大好きだからです。チョコパイを愛すものとしてこのガチャガチャをスルーしてはいけないし、チョコパイを絶対にゲットしなければいけないという使命感。そう、これはチョコパイが出るまでやり続けようって思ったら2回目で出てくれました。かわいい。でもね、本当はねもっと欲しかった。2個も3個も4個も欲しかった。あの、使う用と持っていく用と鑑賞用とみたいな。チョコパイは何個あってもいいじゃん。1回目で出たのが雪見大福。これ雪見大福がついててなんか切れてるんですけど、断面になってるけど白いから全然わかりません。なんかこっちで見たらわかるんですけど画面では伝わりません。でもちゃんと裏にもね、あのピックみたいなのが入ってるところまで再現されてる。そしてじゃん、チョコパイかわいい。見て、これも断面がすごいんですよ。ほらほら、ちゃんとね中のクリームまで、めっちゃ可愛くない？もう幸せ、もうよかった、来てくれてありがとうって感じです。しかも2回目で出てくれた。これも300円でした。なので300円が 300×7 と 400×2 でした。なんかもうちょっとした気がしたんですけど、こんな感じでした。それでは男女を見ます。13位 MK さん、12位アモズさん、11位シギさん、10位中原さん、9位ブルーさん、8位セリアさん、7位キョンシーさん、6位天野さん、5位長谷川さん、4位坪井祐介さん、3位パフィンさん、2位一つくださいさん、そして1位はドゥルルルンジちゃん、なんちゃんさんでした。ありがとう。そしてラッキーナンバー22位はドゥルルルンジちゃん N さんでした。皆さんもやってみてください。またね、バイバーイ。かわ。